お疲れちゃんです。ラットです。というわけで、今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はね、こちら、クロススパーキーをね、使っていこうかなと思います。で、これね、テンプレのスケルトンですね。スケルトンの枠がなんとね、スパーキーになってるっていう、まあ言ったらロケット枯渇みたいなね、ところあるデッキになっておりますね。このデッキね、いるんすよ。ここにいるんすよね、ここに。で、結構高いんすよ、この人、トロフィー。いや、そう、グローバル70位っていう、結構すごいんすよね。しかも8位も取ったことある、すごい人で。というわけで、まあ、そんな上振るなら、強いじゃねってことでね、今日は、この、クロス、スパーキーか、やっていきたいなと、思います。というわけで、まあ、どうしようかね、これ、またむずいですけど、とりあえずマッチング待ちながら、まあ、ロケットを相手が持ってたとしても、まあ、どっちか生きるのよねって感じですよね。防衛クロスして、ロケット撃ってこなかったら、ロケット削りとか。逆にロケット撃ってきたら、まあ、スパーキー展開からのみたいな感じですよね。逆にま、スパーキーにロケット撃たして、クロスボウを通すとかっていう作戦もね、すごいありかなと思います。まあ、正直、ロケット枯渇のデッキなんて、ほぼ存在しませんですからね。なんか今、日本語変だったな。ちょっと変だったね。よいしょ。さあ、ここは相手がロイホグですね。ロイホグに対しては、いやー、入るね。ロイホグに対しては、スパーキーが刺さりそうな、え?おいしい。このハングルなんかおいしいですね。これ置いちゃおうかな。あ、待って、クエイクか。さてはクエイクだな。君。まあ、だっけ、お、違う。ボムタワー、マジアチロイホグ?いや、なんかわかんない。けど、とりあえず立てとくましょう。とりあえずね。立てとくと、クロスはきついっていうのがね、あるあるですからね。からの、まあ、アイス、あ、待って。ごめんなさい。ですが、ここをトルネードで剥がして、テスラを残しつつ、さあ、ユーノのターンですね。ここユーノが、まあまあまあ、クロスが刺さると。ダクプリユーノ、ああ、出た、これ、最近ね、日本人の方が多分考えたやつですね。考えた、ボムタワー30種も入ってるロイホグデッキなんですけど、このデッキね、ちょっと流行ってるんですよね。そう。ヒロさんって方だったと思うんですけど、その人が、このデッキで、グロ1から世界1位まで行ってて、今ね、すごい増えてる、デッキだった気がしますね。さあ、だけど、僕の記憶が正しければ、あ、これやったな。これやったわ、マジで。これ気悪いっすね。ああ。ザップだけだったと思うので、まあ、これがね、気持ち防衛クロスっていうわけで、マジクロス系よく外しますね。よくないですね。こういうの本当に。気をつけなきゃいけないと。いうわけで、これもロケット削りいきますね。よいしょ。で、相手がロイホグなんですけども、まあ、30種もか、あるんですけども、これ多分外もすればね、守れると思うんですよ。まあ、ザップがあるんでね、ザップのたぎり性を気をつけつつ、さあ、テスラ置いてからの、よいしょ。さあ、ナイトル受けつつ、まあ、ザップがどっかで来るんですよね。やべえ、これ。すげえな、これ。ザップが来ねえ。なんで?てか、俺のスパーキー12じゃん。ああ、でも12だけど強い。さあ、これはいいんじゃないのか?もう、とりあえず、イモります。相手のスペルがザップだけっていうのが分かってるんで、イモります。さあ、これ、ちょっとね。あ、これやべえ。ルート強制する。オーブねー。ちょっとやばいですね。ちょっと、やばいように見えますが、やばいですね。マジアチャがめっちゃ抜いてる。まあまあまあ。さあ、ここは、相手が攻めすぎ案件からの、クロスが残ってるので、クロスからのテスラ。よいしょ。というわけで、これ勝ったんじゃない?スパーキーがね、そんな活躍してない。あんまいてくないけどね。こう出します。なんか、ユーノ系来ても受けれそうだし、マジアチャたまたま来て、たまたま受けれますわ。ザップ打たれますけど、打たれたとって、打たれた後のこのスパーキーのね、破壊力を、あなたは知っているでしょうかと。さあ行きましょう。どんどん行きましょう。相手は受けが非常に苦しいはずなのに、受けがうまい。で、まあこれ、単純にね、勝ちに行きますとも、ロケットで終わらせます。か、確実に一回スパーキーで待ちますね。そう、相手はマジアチャで削りたいマンですね。さあ、このロイホグのダメージも許さないと。で、しっかりナイトで受けていくと。さあ、ちょっと上手いんじゃないでしょうか?ワイさては。からのテスラ立てて、あー、これは相性だな。
と言わんばかりの、さあ、ロケッティーナで、フィニッシュ。いや、このね、三重白い服めっちゃ増えてるんですよ。なんか意外とね、使ってる人たちはザップしかないのに、枯渇とかにも勝ってるし、なんか万能らしいですね。なんでまた紹介できたらいいなと思いますね。三重白い服、懐かしいですね。なんか三重師、正直息してなかった印象がすごいあるんですけど、やっぱマジアチャが多くて、それにはやっぱかなわなくて、リガーも多くて、エリポン壊されるしっていうので、エリポンがない三重師がちょっと増えてますね。でも、その日に対してこのスパーキーがね、たまたまブースター去ってるので、すごい美味しいかなと思いますね。さあさあ、妹に行きましょうか。もう勝ちに貪欲にね、行きたいなと思いますね、僕は。立てます。立てて、ザップか。ザップスケ、コウモリ。うん。さあ、スパーキー。お、ファルチバルーンかこれはさだわ。バルーンだったら、施設取るねからの、スパーキーの受けがこれさとはしんどい説がありますよね。ワンチャンここで。うえぇ、全然違う。全然違う、マジ。テスラに行くよね。あー、キャキャキャ。まあ、待って。やべやべ。あ、これだもん。竹か。うえい、うまい。あ、けど、見て。逆にいい。いや、ここはまあ、どうにもできないんですけど、ナイトつけてあげて、シンプルにね、クロスデッキなんですけど、スパーキーの形になると。さあ、ナイトが殴る。あ、待って、ナイト。うわー、うめえ、それは。まあ、ここはトルネで、あ、キングキルします。相手スケラでしたね。お願い、キングキルして、お願い殴れ。オッケー、来た。勝ったくね？正直これ。勝ったよね。だって。まあでも、フリーズの可能性があるっすね。ファルチだと。まあ、なので、おい、ジャイスケラでしたね。もうここはでも、キングギドしてるんでね、ぶっちゃけ。スケラってキングギドしたら終わりなんですよね。これ、ほら。マジで入んない。いや、入ってる。まだ、マジで入んないわ。どこ？入りすぎじゃね？入りすぎで、くさーって言われるぐらい入りすぎてた。で、ここちょっとね、クロス置きたかったな。置いてもよかったんですけど、一回ちょっとね、スパーキーがやっぱ欲しくなりますよね。で、ジャイが回ってないと思うので、出していきつつ、そう、入ってる。いいね。からのトルネードでね、お、待って、ザップ使った。トルネード固めて、ドーン。さあ、いいんじゃね？で、ザップ使ったから、うい、スパーキーも入る。そして、延命していくと。さあ、残り1200、相手は、キング起動しちゃってるので、もう絶望的かなと思いますね。まあ、僕は、勝ちに貪欲にね、行きます。で、ジャイ来たら、トルネで剥がしちゃいたいけど、まあ、意外といらないみたいなのがありますね。これでいい感じにウッドやって。さあ、さすがにフリーズもなさそうと言ったところで、ここね、緊急トルネで、全回避して、いいや、イスイズ。いや、これは勝ちましたね。で、さっては、なんかね、スパーキーがめっちゃいい味してますね。もし、てか今んとこね、たまたま2連続ザップ持ちくんがね、来ちゃってるんですけど、ザップとか、まあ言っちゃえば、まあエレキは関係ないけど、ザップとか、ロケットとかがなかったら、もうライトもちょっと苦しいかもなんですけど、だからそういうリセット系がね、なかったらスパーキー処理できないし、ね、クロスも処理できないんだけど、スパーキークロスの形を作っちゃえば、ね、絶対止まらないですよね、これ。さあ、というわけで、もうちゃちゃっとスパーキー出したいですね、僕は。なんか来い、なんか。で、エレキとかナイトとか咲いてくれたら、その瞬間逆サイクロスでユニット探して、ナイトエレキ系は単体でね、橋渡らせてからの、橋渡らせてからの、キング起動をね、トルネでやっていきたいなと思ったんですけど、まあ、ここはホグなんでね。まあ、いいかなと。アイスイズゴブとなると、まあ、どうでしょうね。このスパーキンの受けを様子見て、もう苦しそうなら、もうクロスチャキーでもいいんですけど、とか、立てちゃってもね、すごい良かった気もしますが、落ち着いていきましょうか。おい、トルネード。まあ、スペルですよね。これがロケットなのか、どうなのか、っていうところが、すごいね。もう僕の勝敗に関わってくる。うえい。うわ、クエイク。あ、でも相手のマジアチのエイムなんかちょっとガバいですね、これ。もうちょいダメージ稼ぎたんですけどね。いやー、このテスラ、クエイクか。ですが、このナイトは？まあ。お、ということは皆さん、お気づきでしょうか。相手のスペルはクエイク。
となるとトルネ、となるとスパーキーが止まりません。ですが僕の予想だった相手はあれを持ってます、あのキョスケ、うん、キョスケのマジアッチャホグ説はありますね。まあ、けどまあどうせスパーキーがきついのにわからないっしょってわけでやっていくわけやな。まあミニペもないと思うんですね、僕のね勝手な思い込みなんですけど。さあうえですよね、やっぱりで交えてくる、うん、まあここまではね、まあ、分かりますよと。ですがこの待って、溶かして溶かして、あの交えちゃサイドも交えちゃ、あの交えちゃうぜですね、これこの交えちゃもう俺怒った、うん、生やす、オッケー。そしてうえこっち来るよね君、あこれにダブルクエイクとか打ったらすげえおしゃれ、あ打たんのね、あそれもいい。これね、さあ皆さんどうしましょうか。うん、でも、まあ、スパーキーが相手はきついのに変わりはないんですよね。なんで、うわぁ、逆サイか。逆サイかよって感じですけど。ここ射抜かれたら射抜かれたでいいとしましょう。これも先に置いて壊しちゃいます。まあね、壊すとか言って僕実は読んでたんですけど、今の。実はね、あんま言いたくないですけど、読んでましたね、今の。さあ。からのちょっとウッドで剥がしつつ、多分ゴブリンたまたま引いたら美味しいぐらいですね。あ待って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 、お前すぐ前行くやんけ、焦るな焦るな、うわーいいマジでちゃ、いいマジでちゃ、うーんなかなか、まあ最終的にはロケット削りしちゃえばいいみたいなのがありそうですけどね。これもうガンイモでロケット削りみたいなないかな。でこれですよね結局は、強い形、あボムタワー来るかな、もしかしたら。うわぁ。壊れる。うわぁ。さては、僕が気づきました。これ交えてくる。うい。うえい。からの引いて、ちょっとダメージが過ぎたい。うえぇ、なんでダメージが。さあ、これやばいですよ、皆さん。お気づきでしょうか。ダメージ負けそうなので、もうロケット削りしていきます。そして、テスラを生やして、テスラを生やして耐えます。いやいい、非常にで、ほぐ逆サイドに行ってくんね、いいね君。さあダメージで勝ちたいと思います。これもうロケット削りでワンチャン勝てますよマジで。よいしょ、さあ結構マジで勝てそう。いやあっちから射抜いてほしかったっすね個人的に、ま、ですがマジで勝てそう。あ、待って、もう俺のエイムがすげえ下手。ごめんなさいね。さあ、ロケット撃ちます。そして、たまたまなんかに当たれば。あ、待って、陸撃抜いてくれ。あ、外れしたんだ、俺。忘れてた、忘れてた、忘れてた。あ、まあ、待って、優秀か、お前。ナイス!それはプロ。いや、そのクエイクもプロ。いや、ここ撃っただけで耐えれる。うわ、ノックバックしろ。4チュンドル、え、まあ、ロケット、ロケット、ロケットで勝ち、ロケットで勝ち。おんな、立てるな、立てるな、こんなの。こんなの、立てるな、立てるな、立てるな。立てるな。ワンチャンスパーキーが入って、あとウッドで勝ち、クエイク、おっ、曲が来た来た、え?なんでクエイク通、あれ、クロス通ってんの?なんで?ラッキー。まあ、そんな感じで、ちょっとあれっすね、クロス通すの苦手だったって方は、ロケット打っとけば勝てますね。最後、たまたまクロス通ってラッキーでしたけど。まあ、そんな感じで、まあ、スパーキーちょっといい感じでしたね。よければこの、なんか、謎ですけど、スパーキーは。結構いい印象を持ってましたね。何がきついんだろうって感じですね、逆に。スパーキーにしたことによって。まあ、ミニペイ受けとか、でもミニペイのデッキとかスパーキーぶっ刺されそうなんで、結構ね、面白くていいんじゃないかなと思います。だけど、よければね、こちら使ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。